それでは時間になりましたので始めていきたいと思います。本日のブラックベルトは Amazon Elastic Container Service for KubernetesAmazon EKS についてお話をしたいと思います。まず最初にブラックベルトオンラインセミナーについて簡単にご紹介をさせていただきます。サービス別、ソリューション別、業種別のそれぞれのテーマに分かれて Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーシリーズです。 で質問を投げることができますので、何かご質問がありましたら、どうぞ質問を投稿いただければと思います。で、後日ですね、えっ、ー、とごご、いただいたご質問に関しては、えー、と個人名とかわからない形で、えっ、ー、と、ブログで一部の質問に、えー、と回答していきますので、よろしくお願いいたします。 で内容についての注意点なんですけれども、本資料ではですね、2019年4月10日時点のサービス内容及び価格についてご説明しています。最新の情報については、公式ウェブサイトをご確認ください。また資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格と公式サイトの価格に相違があった場合、公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。それでは本題に入っていきたいと思います。 今日はです、ね、アジェンダとして、まずなぜコンテナなのかというところについて簡単にご紹介をしてから、その u b クーバネ t e s の概要を、ね、お話をして、E ケースに話題を移していきたいと思いますで。まず最初になぜコンテナなのかについてなんですけれども、そもそもそのコンテナが人気になっているというわけはです、ね、大きく3つあるんじゃないかなと考えております。でまず1つ目がパッケージングです。 アプリケーションをですね、コンポーネントレベルで考えて、一つの Docker イメージの中にですね、パッケージをすることによって、非常に他のことを考えなく、考えることなくですね、作ることができるというのが一つ魅力じゃないかなと思います。で、2点目が配布ですね。そうやって作ったコンテナイメージを配布することによってですね、いろんなところで動かすことができる。例えば開発環境であったり、本番環境であったり、またまた別の環境ですね。に、 自由にイメージを持っていくことができるというところがポイントかと思います。でその結果、まあ、できるようになるといったことがですね、インミュータブルインフラストラクチャーということで、パッケージングと,と配布によって必要に応じてスケールさせられるインミュータブルな基盤といったものを簡単に作っていくことができる、まあ、そういったところがコンテナが魅力、人気になっているところの理由になるかなと思います。 でも単純に1台のサーバーで Docker コンテナを使うというのは非常に簡単なんですね。例えば皆様のお手元も、まあ、ラップトップであったりとか、まあ、開発機の中でですね、ゲスト OS があって、その上でコンテナを動かすといったところですね、まあ、非常に簡単に使っていただけるんじゃないかなと思います。でも、これを、じゃあ実際のプロダクションの環境であったりとか、サービスのプラットフォームとして使っていこうとするとですね、こういった形でサーバーの台数が増えていくわけですね。 こうなってくると、どこのホストの上でコンテナを動かすのかといったことを管理していくのが難しくなりますし、どこで動かすといったようなことが、なかなか自分の自力ではですね難しいという状況になってくるかと思います。で、まあ、これぐらいだったらまだできるかもしれませんけれども、さらにサービスがですねスケールしていくとですね、こういった状況になってくるわけですね。こういった状況になってくるとですね、さすがにもう手動で、 何かコンテナをデプロイするといったようなことができる、するのは難しいといったようになってきます。で、そのようなコンテナワークロードをサポートする AWS のコンテナ関連サービスについて簡単にご紹介をしていきたいと思います。まず一番上のところ、レジストリですね。コンテナイメージのリポジトリです。で Amazon EC2 コンテナレジストリ、通称 ECR と呼ばれるサービスになります。 で中断、コントロールプレーンと書いてあるんですけれども、例えば先ほどのような多数のホストの中にどういったところにコンテナをデプロイしていくのかであったりとか、どのノードにデプロイして、どのノードにデプロイしないであるとか、負荷に応じたスケーリングをするといったようなコントロールを司るようなところのサービスとして、Amazon エナスティックコンテナサービス ECS と今日のテーマである EKS があります。最後にですね実際のコンテナが 起動するコンテナホストと呼ばれるような環境のところに関してはデータプレーンとして EC2 を使うパターンと Fargate を使うパターンがございます続いて Kubernetes 概要についてご紹介をしていきたいと思いますまず Kubernetes とはといったところで簡単にご紹介をさせてください これまで,です、ね、先ほどお話をしたような形で、まあ、どこかをコンテナ開発環境として使ってきた方は非常に多いかと思うんですけれども本番ではいろいろ考える必要があるといったところを先ほども簡単にご紹介をしました複数のサーバーホスト上でリソースを管理してコンテナを動かすといったためにはどうしたらいいのかといったところであるとか負荷に応じてスケールアウトスケールインをするといったようなところですね Kubernetes はですね、そういった実際にサービスを動かす上で必要なものを提供してくれるコンテナプラットフォームです。でこちらに関しては、Kubernetes はですね、クラウドネイティブ・コンピューティング・ファンデーション、CNCF という団体により管理・推進されているプロダクトになります。それでは、Kubernetes で実現できることについてご紹介をしたいと思います。 例えばです、ね、ホスト管理ですね。ホスト側に何か問題があった場合にそのホスト上で新しいコンテナを動作させないであるとかすでに移動作していたコンテナを他のホストへ移動させるといったようなことができますでスケジューリングに関しては例えばコンテナを実行するときにです、ね、このリソース状況を見て対象のホストを決めたりとか、まあ、タグのようなものによって制御したりどこにデプロイするといったようなことを決めてくれるようなことをできます またですね、コンテナの死活監視であるとか、オートリカバリーであったりの機能によってですね、指定したコンテナの数を維持したりですとか、問題がある場合のコンテナの再起動といったものの機能を提供してくれますで。サービスディスカバリーであったりとか、ロードバランシングといったような機能によってですね、複数のコンテナで分散して処理をしたり、コンテナ間での通信を処理するといったことの機能を提供してくれます。でそしてですね、シークレットやアプリケーション設定 といっ複数の環境で動作させるときのコンテナ側の設定であったりとか、まあ、例えば機密情報、パスワードの管理とか、いったような機能も提供してくれます。その他ですね、えー、と指定した時間にコンテナを動かすものであったりとか、各種コミュニティと,えと連携していろいろな機能を追加するといったようなことができるようになっております。 AWS と Kubernetes という観点で言いますと、AWS のです、ね、EC 通常で Kubernetes を実行しているユーザーはです、ね、少し前の CNCF の調査にはなるんですけれども、51%にも上るという結果が出ております。でこういったような背景があってです、ね、き、えー、今日のテーマであるマネージドサービスである e ケ、えースを待ち望むお客様の声というものがあって e ケースが生まれたといったような背景がございます。 では早速のアーキテクチャにについいいてて簡単に触れていきたいと思いま,すまず、Kubernetes マスターと呼ばれるようなコントロールプレーンですね、先ほどお話をしていた制御をするといったようなところと、実際にコンテナが動く、Kubernetes の場合はワーカーノードという表現をするんですけれども、コンテナホストですが、ね、呼ばれるデータプレーンと、この2つが大きく分けてあります。うん Kubernetes マスターはです、ね、クラスターの管理に関わる部分になってきますのでクラスターの情報を保存するようなデータベースであったりとか API を提供するような機能を持っております。そこに対して例えばこのクライアントから k u b e c t l を使ってですねコンテナを起動するとか削除するといったような指示を出すといった形ですね。それを受けて 実際にワーカーノードの上でコンテナが動いていくといったようなところになります。こちらについてですね、順番に詳細を見ていきたいと思います。でまず、早速ですね、クライアント側から見ていきましょう。キューブコントロールですね。こちら、Kubernetes API を実行するためのコマンドラインインターフェースです。で簡単で使いやすい、直感的な使い慣れたコマンド群ですね。 KubeCT コントロールゲットノードとかってやるとですねいろいろ情報がノードどの情報が通れるといったようなものですねこういったようなものがまずございますで続いてですねコンテナの実行に関するク、えーバ r n ン t e s のリソースを見ていきたいと思います 例えば、Kubernetes のオブジェクトとしてですね、ワークロードリソースというような呼ばれるリソース群があります。でこちらがですね、コンテナの実行に関連するリソースとなります。例えば、ポットであるとか、レプリカセットと呼ばれたものですね、どこかで聞いたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で一番下の例えば、ステートフルセットと呼ばれるようなものに関してはですね、例えば、ポットの再起動、コンテナの再起動時に同じディスクを利用して再作成されるとか、えー、と再作成されるときの ポッド名コンテナ名が変わらないとかそういったような、えー、とステートフルなもの向けのリソースといったものもございますそれではですね順番に、えー、と一つ一つ見ていきたいと思いますでまず一つ目ポットですねでこれ作成スケジュール管理できる最小のデプロイ簡易な、うん、デプロイ可能な単位と いう表現をしてるんですけれどもシンプルなユースケースであればですね一つのポットが一つのコンテナに対応すると理解していただくのが良いのかなと思います。で当然そのコンテナワークロードの構成としてですねメインのアプリケーションのコンテナとその横にログを処理するようなログ用のコンテナ この2つのセットで1つのデプロイ単位とするようなアプリケーションの場合はですね、サイドカーと呼ばれるような構成になるんですけれども、1つのポットの中に複数のコンテナを含んだもので構成するといったようなことも可能です。でまた、同じポット内のコンテナは、ボリュームであったりとかネットワークを共有しますので同一、1つのポット内で定義されているコンテナはですね、ローカルホストで通信が可能です。 で下に、えー、とバニフェストという形で、えー、Kubernetes のポットを作るときのです、ね、簡単な例を記載をしているんですけれどもそうです、ね、こちらで例えばコンテナーズって書いてあるところで、エンジン X といったもののコンテナイメージを指定して、それを、えー、と右側のほうで,です、ね、CubeC コントロールクリエイト、えー、ポッド YAML という形にすると、ポットがクリエイトされるといったようなものが見えるんじゃないかなと思います。 でポットを作っていくというのが基本的なコンテナのデプロイになるんですけれどもただそのポットだけを作っていくというだけではなくてですねそのポットをどのように作っていくかというものを、えー、と連携するようなリソースとしてレプリカセットと呼ばれるものがありますでこちらですねポットのレプリカを作成してポットを作成された数に維持するリソースとなります 例えばです、ね、先ほどポットを作るといったものをしたあの例としてお見せをしたんですけれどもそのポットを何個作るかといったような指定はですね実は先ほどのマニフェストにはなかったんですねそういったものをですね、えー、と複数作るといった場合にこのレプリカセットといったものを作って使っていきます例えばですねレプリカセットカウント3とするとこのような形でポットを3つ作ってくれます またですね、レプリカセットのリソースがですね、和歌ーーノードを例えば仮に障害が起こった場合に、えー、と指定されたこの場合に3というポットの数を維持するためにですね、別のポッドノードにポットを再作成するといったような機能も提供してくれます。このような形で、ポットを3つ作れといった状態の中で1つがグレーアウトして、えー、と動かなくなったという場合はですね、 新たに全体で3つとなるようにポットを作ってくれるといったようなものを提供してくれます。で、続いてのリソースがデプロイメントと呼ばれるリソースとなります。先ほどのレプリカット単体の機能をですね、さらに拡張するような形で、例えばポットのローリングアップデートやロールバックといったようなものを実現するためのリソースとなります。 でレプリカセットでですね、ポットを作成するといったことができるんですけれども、例えばポットの更新時にローリングアップデートとかしたいといったような高度なアップデートをしたいといった場合は、こちらをさらに使って実現していくという形になります。イメージとしては、このデプロイメントというリソースがですね、レプリカセットというリソースを作って、 このレプリカセットが実際のポットをデプロイするというたよう構成になります。で、ここで、例えばアップデートしたいといった場合にはですね、このデプロイメントが新しいレプリカセットを作ってですね、このような形で、例えば1個黄色いポットを作って、で、ここのヘルスチェックが通った後にですね、上段の古いレプリカセットから1つポットを停止させると。 形になりますでこれを順次繰り返していくといったようなことができるようになっていますではここでデプロイメントを利用したポットの作成例を簡単に見ていきたいと思います左側がですねデプロイメントを使った場合のマニフェストの例ですねでここでスペック、えー、と中段ぐらいのところですかねスペックでレプリカ1と書いてあります で、こちらで、えっと、実際に作られるポットは1つというのを指定しています。で、マニフェスト下段の方ですね、コンテナーズと書いてあるところの下のところに、えっと、名前を NGX にして、イメージは NGX のレイテストのバージョンを使いましょうという指定をしています。で、ここからですね、右側の方のよう右側の形で、まずデプロイメント YAML というものを適用して、デプロイメントを作っていきます。 その際にですね、c u b ュー o n t r o l Get d e p l o y m とすると、デプロイメントというリソースが作られているのが見れます。じゃあ、その時、まあ、実際のポットはどうなっているかというと,、えー、と、ゲットポットとすると、まあ、デプロイメント経由で作られたものが見ることができます。でまたですね、特にレプリカセットを作るというようなことは記載をしていないんですけれども、ゲットレプリカセットとすると、 デプロイメントとセット値がついたような形のリソースが作,作られるということが見て取れるかと思います。で、ここでですね、先ほどご紹介をしたような、例えばデプロイメントを更新するといったようなことをしてみたいと思います。で、左側のところですね、えー、とコンテナイメージをですね、今回使うものを httpd、ア、えー、パッチに変えてみました。そうするとどうなるかといったところを見ていきたいと思います。 で右側の方でデプロイメント YAML をもう一度適用するといったような形にするとで、デプロイメントはどうなっているかというと、そのまま、えー、とデプロイメントがあるという形になるんですけども、今度はゲットポットのところを見ていただくとですね、先ほどの更新によって新しく再作成されているポットの状態が見えるかと思います。で上段のランニングになっているのが新しいポットですね。 で下のターミネイティングといったものが、えー、とこの更新によって消される、えー、ポットのリソースになりますで。その際にですね、レプリカセットが実際どうなっているのかというと、このような形ですね、2つできているのが見て取れるかと思います。で上段の青い文字でしている方がですね、この更新によって作られた新しいレプリカセットという形になります。 で続いて、デーモンセットと呼ばれるリソースを見ていきたいと思います。このリソースは、選択したノードの組に対して、各ノードにポットを一つ動かすためのリソースとなります。例えば、ユースケースの例で書いてあるような、各ワーカーノードで,ですね、ログ収集用のデーモン、フレント D のようなものを動かしたいといった場合や、モニタリング用のデーモンを動かしたいといった場合に、このデーモンセットというリソースを使っていただくと、 各ワーカーノーカノドにです、ね、指定したたポッドががつだけ起動すすするるとといったものを実現することができますで例えばこの状態で,です、ね、あるワーカーノードが死んだ、えー、障害によって停止したといったような場合です、ね、そうするとガベージコレクションで削除されるといったような動きがしますしその1つのノードで必ず1つ動かしたいといった場合にこのリソースをつく使っていただければと思います。 続いてジョブですで。こちらに関しては1つ以上のポットを作成し、指定された数のポットが正常に完了するようにコントロールするリソースとなります。で、作成あ、指定した数のポットが正常に完了するとジョブ自体も完了します。で、例えばそのジョブを実際のジョブを実行しているポットがまあ失敗であるとかまあ、削除された場合でですね。新しいポットを作成してくれます。 見た目の動き上はジョブとレプリカセット同じような動きに見えるんですよねでなんですけどもその違いというのがレプリカセットの場合はロングランニングなポット向けですでジョブというのはその実行されたポットがまあ終了するといったことが予想される場合に使われますでレプリカセットに対してデプロイメントというリソースがありますよというのを先ほどご紹介をしたんですけれどもジョブに対しても 同じようなリリソソーーーススががあありりまましてクーロンジョブと呼ばれるリソースがありますこちらに関しては例えばですねある時間を指定したクーロンジョブがあるとそこからジョブというリソースが作られてこの場合はですね平行に動くのが3ポット3つの処理で成功が3つというように指定してあげるとこのような形で3つのポットが起動するといったような形になります。 こういった使い方ができるかと思いますで。続いてサービスイングレスリソースについて見ていきたいと思います。このサービスとかイングレスというリソースはどういったものかというと、まあ、コンテナを公開するようなエンドポイントを提供するリソースとなりますで。サービスイングレスというようなものがあるんですが、例えばサービスと呼ばれるリソースはですね、 ポットのロンリセットとアクセスするためのポリシーを定義するリソースなんですけれども、これに対してトラフィックを流すことができる L4 のロードバランシングを提供するようなものになります。でこちら、下の方に書いてあるような形で、あるサービスの背後ろにですね、コンテナを、例えばこの場合3つあるわけなんですけれども、そのサービスに対してですね、IP アドレスを割固定的に割り当ててあげて、そちらの後ろの3つのポットにバランシングをしていくと。 というようなことができるようになっています。で、続いてイングレスなんですけれども、イングレスリソースはですね、先ほどの L4 のロードバランシングに対して、L7 のロードバランシングを提供してくれるようなリソースとなります。AWS という意味で言いますと、AWS ALB イングレスコントローラーというものがありまして、こちらを使っていただくとですね、i n g r e リソースとして、 アプリケーションロードバランサー ALB を公開することができるようになっています。ALB をご利用いただくとですね、ホスト名であったりとか、パスによるコンテンツベースルーティングを実現することができるようになっています。なので、えー、とイングレスとかですね、どういつものを使うのかといったところに関しては、実際、えーと、Kubernetes を使う利用者側のですね、設計に依存してくるかなと思います。 さて、今はですね、えーと、Kubernetes のワーカーノード周りのコンテナの実行環境についてご紹介をしてきたんですけれども、ここからですね、コントロールプレーンのところについてご紹介をしていきたいと思います。で先ほど、Kubernetes マスターという形で記載をしていたんですけれども、その中が本当は実際どうなっているのかといったところを簡単にご紹介をしていきたいと思います。 この Kubernetes マスターの中の構成なんですが、まず、永続ストレージとして e トセ c ィが利用されています。e d o c i なんですけれども、マスターを選出する機構がありましてこの、例えばこの3つの中にですね、1つがマスターアクティブに動作をするといった形になります。 でその、ED、CD に対してアクセスしてくる API サーバーと呼ばれるコンポーネントがありましてこちらは、えっと、水泳スケーリングできるような仕組みになっておりますなので、えっと、Kubernetes マスターの中にはですねその API サーバーに対してトラフィックを流すためのロードバランサーとその後ろの API サーバーというコンポーネントがあるというような形式になりますでそこに対してですね例えば Pod を どこのワーカーノードで動かすかといったような管理するようなスケジューラーというコンポーネントがあって、このコンポーネントもですね、このロードバランサー経由で API サーバーを経由して e d o c ィのデータにアクセスするといったような構成になります。で、続いてですね、 コントローラーマネージャーという形で先ほどご紹介をした例えばレプリカセットであったりとかデプロイメントといったようなリソースを実際にコントロールしてくるようなコンポーネントというものがありましてそれがロードバランサー経由でアクセスをするという形になります,す例えばノードコントローラーと呼ばれるようなコンポーネントはワーカーノードを監視してノードダウンを検知したりしますしレプリケーションコントローラー に関してはレプリカセットに含まれるポットの数を監視して、ポット数を維持する役割を担っています。で合わせて、ですね続いてクラウドコントローラーというものが、例えばいわゆるクラウドプラットフォームに依存したようなものをコントロールしてくれるものコンポーネントがあります。この他にも、ですねアドオンという形でサードパーティーのいろいろなツールを動かすといったようなことができるようになっています。 クーバネ t e スを運用していこうとなると、ですねこのクーバネ t e スマスターの管理をしていかなきゃいけないといったようなところが、一、まあ、つ運用上の難しいポイントの一つかなと思います。で、こういったようなところですね、実際にご利用いただいているお客様からですね AWS にいただいた行為として、まあ、なかなか難しい、運用の負荷が高いというところで、私の代わりにクーバネ t e スを実行してといったようなものであったりとか、 先ほどイングレスコントローラーのところで、イングレスのところで、ALB 使いますよというご紹介をしたんですけれども、そういったような形ですね、AWS ネイティブに統合してほしいであるとか、その上でですね、オープンソースとしてのクバネティスを体験できるようなものが提供,できあの提供してもらえないかというような声をたくさんいただきまして、最終的に今、東京リージョンを含む13リージョンで利用可能な eKS というサービスが生まれたという形になります。 で先ほど、Kubernetes マスターのところをですね、EKS が提供する形になるんですけれども、そうなると構成としてはこのような形になります。コントロールプレーンをマネージドサービスとして提供する形になるので、非常にシンプルになるかと思います。で先ほど、Kubernetes マスターの中で,です、ね、いろんなコンポーネントがあったところなんですが、そこに関しては、この図で言いますと、mycluster.eKS.amazon.aws.com というエンドポイントが 利用者には提供されるようになって先ほどの中身のところはですねマネージドサービスで提供されるようになりますなので、えっと、EC 通常で Kubernetes を建てるのと同じような形で,ですね実際のクライアントからのアクセスに関しても k u b e コントロールもこのエンドポイント向けにアクセスする形になりますし、えっと、皆さんの VPC の中にですねワーカーノードを建てていただくといったところは皆様の管理になるといった形になります さあまずえと知識としてですね、Kubernetes はどういうものなのかといったところをご紹介してきましたので、ここからですね、E ケースの概要に移っていきたいと思います。AmazonE ケース、Amazon Elastic Container Service for Kubernetes なんですけれども、運用難易度の高いですね、Kubernetes コントロールプレーン、Kubernetes マスターのとこ部分ですね、をマネージドサービスとして提供するものになります。Kubernetes エコシステムや OSS やツール、 がそのまま動かせるといった形になりますまたですね AWS サービスとの連携ができてい,るできた,りできていたりですとか EK サービスチームと OSS チームによって Kubernetes コミュニティで貢献するといったようなことが実現できてしておりますなので、えー、とこの前段で Kubernetes の概要をお話をしていたところにもなるんですけども実際使っていこうと思った時にはです、ね、Kubernetes そので必要となるようなリソースの考え方であったりと 考え方であったりとか使い方といったものが求められる形になりますこの e ケースなんですけれども結構2018年はですね主要アップデートしていくつか大きなものがありましたでまず一つですねえー、と GA したのが昨年になりますで、また昨年の12月ですね東京リージョンで利用可能になりましたのでぜひですね今まで e ケース東京リージョン来てないよとおっしゃってた方はですねこのタイミングからお使いいただければと思います で、E ケースで使っている Kubernetes のバージョンについて簡単にご紹介をしていきたいと思います。現在ですね、以下のバージョンが利用可能という形で1.12と1.11.10といった形のバージョンが利用可能です。またですね、E ケースにおいてはプラットフォームバージョンという表記があるんですけれども、このプラットフォームバージョンというものはどういったものなのかといったものに関してご紹介をしますと、Kubernetes パ<タ>ッチバージョン であったりとか、まあ、Kubernetes の API サーバーのフラグが有効化などですね、そういったコントロールプレイの機能を表すバージョン表記になります。なので、えー、と例えばですね、1.11でペケペケというマイナーバージョンが実際にはあったりするんですけれども、それに対応してあるプラットフォームバージョンであったりとかが振られるような形になります。で最新のバージョンは、えー、Kubernetes のバージョンが 1.12.6でそれに対する E ケースのプラットフォームバージョンが E ケース .1 という形になっておりますで新しいバージョンがですね Kubernetes で利用可能になるといった場合にです、ね、E ケースで新しいプラットフォームバージョンが利用できるようになると、まあ、既存のクラスターというのは自動的にそのバージョン用の最新のアップデートでアップグレードされるような形になります EKS の SLA コンプライアンス対応状況なんですけれども、現在 SLA として99.9が定起されております。またですね、準拠しているコンプライアンスプログラムに関しても、HIPAA であるとか IS、ISO900027001 であったりとか、PCI d s s レベル1といったものにも対応しておりますので、ぜひ詳細については、下の URL からご確認いただければと思います。 ででね、EKS の開始方法について見ていきたいと思います。EKS なんですけれども、EKS はコントロールプレーンを提供するものというのを何回かご紹介の言葉として使っているんですが、手順としてはこういった形になるかと思います。EKS クラスターをまず作るといったようなところから始まって、えー、EKS のクラスターが作られたらですね、ワーカーノードを皆さんの手でプロビジョニングしていただきます。 でその後はもう必要なアドオンであったりとか、えー、実際のコンテナワークロードを動かしていただくといった形になります。EKS のアーキテクチャについて簡単に見ていきたいと思います。皆様の実際のワーカーノードを動かす、えー、VPC のところ、こちらの左側のです、ね、カスタマー VPC といったものになります。 右側が、ね、EKS のサービスが使っている VPC なんですけれどもどういったような仕組みになっているかというと EKS コントロールプレイに対するアクセスに関してはネットワークロードバランサーとして皆さんの前にエンドポイントが提供されているのと例えば EKS から皆様の VPC にアクセスするための ENI といったものが作成されます。 でこの2つの部分と連携をすることで,ですね、皆様の VPC で作っているワーカーノートですね、と EKS のコントロールプレーンが通信をして、えーと、コミュニケーションをしながら動いていくという仕組みになっております。EKS の開始方法なんですけれども、先ほど4つの手順にありますと記載をしたんですけれども、本当に初めての場合はですね、その前に準備をする必要があると。 形のものがありますのでそこについてご案内をしますで準備なんですけれどもまずですねクライアント環境のセットアップが必要となりますキープコントロールの、まあ、CLI ツールですねインストールをしていただくのとその認証周りのところに関してですね、えー、と AWS の IAM と呼ばれるサービスがあるんですけれども、まあ、それと連携するためのコンポーネントのインストールというものが事前に必要となります でまた、エドベス環境のセットアップとしてはですね、EKS が使う、えー、用の IAM ロールを作っていただくというものが一つと、でもう一つはですね、VPC を作成するといったところもあるかと思います。で、これ、もしあの既存の、えー、VPC を使われるというような場合であれば、任意となりますので、スキップいただくこともできます。 でこれどういったものが必要かというと、ですね EKS コントロールプレイの通信に利用するセキュリティグループを作る形になります。あの先ほどの図でいうところの,の ENI が皆様の VPC 側にも出てくるといったところに使われる部分になります。詳細は下の URL でご確認いただければと思います。それでは早速ですね、EKS クラスターを作っていく手順を見ていきたいと思います。 で今回は EKS クラスターをですね CLI から作るようなイメージでこちらでご紹介をしていきたいと思います。でこ,こちらですね、AWS EKS Create Cluster で、ネームであったりとか、その際に使う I a m ロールの指定であったりとか、VPC の指定ですね、そういったものをこちらの方でしていっていただきます。 で先ほどのコマンドはですね、a w s CLI ですので、IAM を使った認証というのが行われてるんですけども、ここで EKS のクラスターができた後にですね、CubeControl を使ってアクセスをしていくわけなんですけども、そこの認証が、まあ、どうやって IAM の認証と Kubernetes が連携しているのかというものを見ていきたいと思います。指してはこういう形ですね、クライアントから API を叩くために CubeCT コントロールを使っていくという形ですね。 で、キューブコントロールから Kubernetes API にアクセスする際にですね、AWSID を送信をしてそれを受けた EKS がですね、AWSID を IAM を使って検証をしていきますで、そこで検証された AWSID をです、ね、r b a c これは Kubernetes の認証認可の仕組みですね、AI、を使って認可をして実際の Kubernetes アクションの許可とか却下と いいいっったものをクライアントにに返すとううよなな動きになっていますでまたですね先ほどのアーキテクチャの中でもご紹介をしていたんですけれども Kubernetes API のサーバーエンドポイントがですね NLB を経由してご提供されるという構成になっているんですけれどもそこの API サーバーのエンドポイントをですね VPC 内に制限するといったものが再起のアップデートで可能になりました。こちらなんですけれども、エンドポイントパブリックアクセスという設定がございまして、そこを無効にすることでですね、インターネット経由のアクセスを無効化して、すべての通信を VPC の中で行うといったようなことができるようになりました。 でプライベートアクセスを有効にする場合はですね、VPC で、えー、と追加の設定が必要になるケースがありますのでこちらに関しては既存の環境も含めてご確認いただければと思いますでまたですね、えー、と先ほどのキ u b e c o n t r o l の実際の設定をしていく空バに強いあ,あえー EKS 向けに設定をする必要があるんですけれども、そこに関してもですね、今、エラベス CLI ツールの中で設定ファイルを作成するための、えー、とコマンドがサポートされております。こちらのように、えー、と認証認可のためのです、ね、コンフィグレートになるんですけれども、自動作成されるエンドポイント URL であったりとか、サーティフィケートをし,てしたものを作成してくれます。でまたですね、えーと下、下段のところの右側中段ですかね。 こちらに AWSIAM オーセンティケーターというものを使ったの記載があって、これを使った認証が行われているといったようなことが分かるかと思います。さあ、これでしばらくお持ちいただくと、実際の EKS クラスターといったものが立ち上がってきますので、続いて、ワーカ r c o を立ち上げていくといった手順になってきます。 でワークノードの起動に関してなんですけれども、こちらに関してはですね、えー、とデプロイ用のクラウドフォーメーションテンプレートというものが提供されていますので、こちらをご利用いただければと思います。でいくつかパラメータを指定していく必要があるんですけれども、例えばクラスタネームとかですね、EKS を作成時に使ったクラスタネームを指定していってあげたりですとか、まあ、セキュリティグループの指定であったりとか、えー、とノート ノードオートスケーリンググループミンサイズマックスサイズあたりでノードの数を指定していきます。でこの中でノードイメージ ID、えー、と下から4番目ですね、のパラメーターがあるんですけれども、ワーカーノードとしてどんな AMI が使えるかといったようなところに関しては、最適化 AMI と呼ばれるものが提供されております。これ、ベースの OS が Amazon Linux になるんですけれども、まあ、設定なしでいいケースと動作することが 可能となりますで、Docker であったりとか、えー、EKS のワーカーノードで必要となるようなキューブレットですね、といったもの、エダベスア m オーセンティケーターなどが含まれております。また、えー、とコントロールプレイ、先ほど作った EKS、うん e、のマスターですね、クラスターに対して、えー、自動に検知して接続を許可するようなブートストラップスクリプトも含まれておりますので、こういったものをお使いいただければと思います。 合わせてですね GPU に対応した AMI も提供しておりますので、こちらもワークロードに合わせてご利用いただければと思います。でこういった形で最適化 AMI というものを標準でご提供しているんですけれども、独自の処理を含めたいといった場合もあるかと思います。そういった場合はですねカス,タカスタマイズ AMI もご利用いただけます。こちらに関しては GitHub 上でですね、 先ほどの、えー、AMI のようなものを作るためのスクリプトですね、えー、公開をしておりますので、こちらの方をご確認いただければと思います。さて、先ほどのクラウドフォーメーションテンプレートを使ってですね、実際のワーカーノードを起動させていく形になるんですけれども、まあ、その後ですね、 その作ったワーカーノードをクラスターに参加させるといったような形のことを実際にしていただく必要があります。Kubernetes に仮想サーバー EC2 のインスタンスロールを指定して適用していくという形になります。で今回です、ね、ワーカーノードの周りのところの詳細に関してはお話をしていなかったんですけれども、ネットワーク周りのところだけ一つ、えーロー、ここで補足をしていきたいと思います。 ネットワーク部分なんですけれども、えー、CNI プラグインと呼ばれているものを使っています。でこちらを使っていただくことで、えー、とネイティブの VPC とネットワーキングの機能が使えますし複数のポットですね、えー、VPC 内のアドレスを使って通信をすることができます。CNI プラグインなんですけれども、まあ、どういったような構成になっているかというとですねイメージとしてはこういうイメージになります。 この今、2台のワーカーノードがあるんですね EC2 インスタンスの中に CNI プラグインがインストールされていてそこに ENI があるというところですね構成になっていますでここでこういった形でポットが例えば今の場合ですね4つ起動してくる形ですねそうなると CNI プラグインがですね VPC に対して IP アドレスの割り当てを要求します そうすると ENI にですね、セカンダリ IP アドレスが振られるようになって、この IP がですね、各ポットに対して割り振られるといった形になります。こういった形で E ケースを使っていただくとですね、Kubernetes と VPC がシームレスに連携をするといったようなところを体感いただけるかと思います。さあ、ここで EKS クラスターができて、ワーカーノードの準備ができましたので、あとはもう必要なものをですねインストールしたりですとか、まあコンテナワークロードを起動していっていただくといったようなところが必要になるんですけれども、例えば使い方の一つとして、ですねオートスケーリングといったものを実現したい場合もあるかと思います。ーーにおいてはですねワーカーノードの オートスケーリングに関してはクラスターオートスケーラーといったものが使えますので GitHub 上のドキュメントをご確認いただければと思いますまた Pod の場合はですね HPA ホリゾンタルポッドオ Pod ケーラーと呼ばれるものが使えますのでこちらを使っていただくとですねターゲット CPU ターゲットとして指定した CPU 利用率に近づくようにスケーリングしてくるというような動きをしてくれます でこちらに関してはプラットフォームバージョン、えー、1.10の e ケース .2 もしくは1.11以降からですね利用可能ですでこちらをご利用いただく場合にはですねメトリックサーバー Kubernetes メトリックサーバーバージョンの0.3.0以上が必要となりますこちらもですねドキュメントもありますのでご確認いただければと思いますでオートスケーリングの他にはですね例えば クラウドウォッチログズへログを集約したいといったようなニーズもあるかと思います。こういった場合もですね、フレンド D を使ったクラウドウォッチログズへのログ集約といった形ができるようになってますので、見ていただければと思います。でまた、最近のアップデートなんですけれども、クラウドウォッチログズへコントロールプレイのログを配信することが可能になりました。でこちらによって、その EKS クラスターのまあ関西アクティビティといったものをですね、クラウドウォッチログズ上で 実現すすることができます例えばコントロールプレイのログとして、オーディットとか API サーバー、オーセンティケーター、コントローラーマネージャー、スケジューラーといったものが選べますので、こちらをですね、クラウドウォッチログズの方でご確認いただければと思います。EKS 上に例えばコンテナをデプロイしていくといったようなパイプラインをどう作っていくかといったところについて、簡単にご紹介をしたいと思います。 この場合はですね、こちらに表現をしているのが、コードパイプラインを使ってデプロをしていくストーリーをご紹介をしているんですけれども、丸1のところですね、デベロッパーがメインブラッジに変更をプッシュするという形で、コードコミットに対して変更がプッシュされた際にですね、新しいバージョンが作成されたというものを、パイプラインの実行のトリガーとしていただいて、次3番目のところですね、ビルド ID でタグ付けされたイメージを ECR にプッシュします。 で合わせてですね、コードビルドがアプリケーションデプロイのためにラムダをトリガーして、でラムダ側からですね、デプロイメントを更新して、今度は EKS 側がですね、新しいコンテナイメージを取得して、ローリングアップデートをしていくといったようなことができるようになっています。こういった形でですね、デプロイメントのやり方はいろいろパターンがあるかと思いますが、1、えー、つの例としてこちらもご参考にしていただければと思います。 今、e ースなんですけれども、いくつか今日ご紹介をしてきたような使い方以外にもですね、例えばプレビューであったりとか、アルファプロジェクトと呼ばれるようなものもお試しいただくことができます。で、一つは Windows ですね。Windows のサポート、パブリックプレビューをしておりますので、ご興味があるようでしたら、こちらの方も見ていただければと思います。あとはですね、例えば EFS とか FSX4 r スターと呼ばれるサービスとの連携するためのドライバーですね。もう ありますのでこちらの方もご確認いいただければと思いますで今ご紹介をしたようなですねプレビューだったりとかえっ、ー、とアルファプロジェクトといったものに関して例えばそのコンテナ関連サービスのロードマップの HP というものはこちらの URL に書いてあるような形でご紹介もされていますしていますので例えばですねこういった機能が来るのかなとかえっ、ー、とどういったものがあるかというものをですねご興味ある方はですねこちらの方をアクセスして 見ていただければと思います。はい、本日の内容は以上となります。ご清聴ありがとうございました。